全部だとなんかないかなと思って、特別感が。なんか今度か時々ね、いいねをしようと思います。ニコラスさん、たい焼きありがとうございます。そう、でもよくかん、あの、なんだっけ、え、いや、何が言いたかったか忘れちゃった。突然悲しいのであります。こんなやったっけ私違う、どうやって見るんや。設定か投稿か違うであります。何これ、投稿なんか分かんなくなっちゃった。え、アーカイブした投稿ってどうやって見るん、アーカイブ。あ、できました。え、そうやんな、なんだなんだ、私これちょっと間違えちゃってるね。やれやれ、なんかできましたできました。そう、投稿をね時々アーカイブするので、私は皆さんお見逃しなくという感じでございます。伊藤駒さん、たい焼きありがとうございます。そう、最近ね、なんか自分の写真ばっかやなって思ってるんだけど、とはいえ物がねなくて、写真撮りたいなと思うものもなくて困っているところでございます。ございます。でも私あんまりね、なんか気にしない、なんか統一感ないじゃないですか私作ってないんですけど、統一感を。でも顔ばっかもつまんないかなって思うけど、まあいっかみたいなどっちやねんって。めっちゃ、うん、やのな前髪。仕方ないね仕方ないね、諦めんのちょっと早い。最近インスタのストーリー通知来なくて泣いてる。毎日見てください。毎日、最近毎日あげてるんで毎日見たらあります。なんか壊れてるみたいですね。ちょっとそれは私もどうなのか知らんって感じなんですけど、私インスタの通知取ったことないからわかんないけど、まあ寝る前にでも見てくださいよ。猫キャットさん、たい焼きありがとうございます。西プーさんもたい焼きありがとうございます。ありがとうございます。そう、最近はマジで私ずっとインスタ見てる気がする。インスタ見てこの服かわいいなって思って終わってる買えばいいんですけど、なんか買う勇気が出なくてそのまま閉じちゃってます。通知切っちゃえば、じゃあもう通知切っちゃえばいいんじゃない。なんか本当に毎日インスタ見ちゃう。インスタ楽しいんだよな、なんか
そうでもなんかハードル高くてインスタってだって一覧でめっちゃ見れるじゃないですか。ツイッターはさなんかそんな一覧でブワーって見れないからいいんだけど、なんかハードル高いなって思っちゃう。ちょっとすいませんね、人気者で LINE が汗汗でございます。エコキャットさん、たい焼きありがとうございます。そう、たい焼きめっちゃ好きなの私。カスタードが好き。エクボ見た。エクボないの、消えた。あの日だけあった。ない。なんであの日あったのか分からん。うん、あれ一個出てこないからエクボないです、存在しません。マジあの日にしかなかった。びっくりしてた自分でも、え何このエクボみたいな昔あったんだけどね、なんか大人になったらエクボが全員帰っちゃいました。バイバイたい焼き食べたいな。なんか さっきのずっとさたい焼きが飛んでる時間さ、なんかもうたい焼きが食べたくて食べたくて仕方がなくなっちゃったよ。つまんとこしゃん、どっちが好き？どっちも好き、両方美味しい。でもたい焼きだったら粒かな、なんか食感がある方が美味しい気がする。でもカスタードが一番好き。大阪のターさんさん、たい焼きありがとうございます。たい焼きはねマジでめっちゃ美味しいと思うんですよ。なんですかねあの美味しさ、本当に好きなのたい焼き。私はもうたい焼き屋さんになろうかと一時期思っていたくらい好きでございまして。そろえたい焼きはタピオカの粉でできてます。そうなんだ。タピオカは食わないね。美味しいよな、たい焼きって。美味しそうやな、この割った湯気がいいな。デンさん、たい焼きありがとうございます。毎日買いに行きますね、毎日店閉めますそう、たい焼き屋さんになっても皆さんが気づかないように変装しております。大阪のターソンさん、たい焼きありがとうございます。なんかたい焼き、焼肉の最後にさたい焼きをさ焼くところあるじゃないですか、アイスとかついてて、あれめっちゃ天才だと思うんですよ、どう考えたって。絶対天才、本当ありがとうございますみたいな。誰考えた人絶対天才って思っちゃうんですよね。だってさ美味しいに決まってるやんみたいな。ね、なんていうもんだろう、ちょっとわかんない。ウクケセさん、たい焼きありがとうございます。本当に本当に美味しいたい焼きって、もうマジで毎日食べれる、全然食べれるし、なんならあのなんか挟むやつ家で買って家で作りたいわ自分で自分用に。嫌いな人たち聞いたことない、いるんかな世界に、一人くらいはいるかさすがに伊藤駒さん、たい焼きありがとうございます。レオくん、おじさんもたい焼きありがとうございます。マジでたい焼きラブって感じ。なんだっけ、達成したらフルーツ大福がいただけるみたいで、食べたことない。いちご大福しか食べたことない。私フルーツ大福ってなんやろみたいな。なんかねあるんですよ、博多にもあって、博多っていうか福岡ね、福岡市にもあって、ちょっと目をつけてるねところがめっちゃあるんですけど、まあ、めっちゃ美味しそうと思って、ラブでございます。食べたい。なんかね糸できるの。猫キャットさん、たい焼きありがとうございます。ニコラさんもたい焼きありがとうございます。Kさんもたい焼きありがとうございます。15分経過しました、欲しい、パチパチです、欲しい。そうめっちゃ最高でございますよ、美味しいよね。そう食べてみたいですね。萌え断、そうなんかそんな感じなんだと思う多分。めっちゃ美味しそう。
なんかさ、大福ってさ、出来たての大福ってさ、皮がさ、めっちゃもちもちじゃないですか。あれがいいですよね。おたまるさしこさん、たやきありがとうございます。たけんさんもたやきありがとうございます。もうたやきたやきすぎて脳みそがたやきになってしまいそうだ。夢にたやきが出てきそう。やばいね、美味しそうすぎる。たやきたやきたやき、なんだろうね、何が好きかな。和菓子だったら何でも好きやけど、今日の丸の写真の大福、そう、なんか和菓子っぽいのあるかなと思って思い出して大福を送りました。あ、しゃっくり、あ、しゃっくり、しゃっくりじゃない しゃっくりが出るのはうざいんだけど、もう止まりましたね。時々しゃっくりさ、なんか2回くらいやって終わりの時ね、あれ何みたいな、2回で止まるんだったら出てこないでくださいって思ってしまいます。私、猫キャットさん、たやきありがとうございます。しゃっくりにこれで治るよってやつ全部治ったことないから信用してない本当に私治ったことないよ。全ほん、ほぼ全部やったことあるんだけど治ったことないですね。時が経てば治るっていうのでしか治らないです。たまるさしこさん、たやきありがとうございます。ありがとうございます。これは何に入って、紙に入ってるのかな。たい焼きが、これ頭から食べるのかな、きっと。この人、この人っていうか、このたい焼きは頭が出ちゃってるもんね、これ完全に。結局ね、時が経てばなんとかなるんよ、なんでもかんでも。たい焼き、たい焼きの画像調べたい。たい焼き美味しそう、お腹減る、美味しそう。たい焼きのさ、なんか余った部分みたいな、周りにちょっとついてるさ、皮のさ隙間みたいなあるじゃないですか。なんていうの、餃子でいう羽みたいな、あれついてた時もめっちゃよっしゃーって思わん私めっちゃあれ嬉しいんだけど、こうじゃんって思う。あのパリパリが美味しいんだよね。夜ご飯もう食べました。大阪のターソンさん、たやきありがとうございます。みんなね、夜ご飯気になるよね。この時間帯にすると夜ご飯何って聞かれる。夜ご飯は終了しました。私は最近早めのね、夜ご飯を心がけております。私できれば早く寝たいじゃないですか。だから早めに夜ご飯を食べると早く寝れるんですね。参考にしたいから、しないでください恥ずかしいので。あんまさ、人の夜ご飯参考にすることないんやけど、え、なんかさ、その日の気分って悪くない？なんか今日も絶対スパゲティ食べますみたいな日とかさあるやん。何もない日ってことなのかな。今日何でもいいなーみたいな、あ、何でもいいから誰かが食べたのと同じの食べようかなーみたいな日ってことなのかな。あれか、私がご飯を作らないからないんだね。ただ聞いてへえってなるだけ。もうじゃあ絶対言わんわなんそれうーん、私はでもあれも、あれ、私はなんか誰がいつ食べたかとかちょっと興味ないんだけど、なんかご飯を作ってる動画を見んのはマジでめっちゃ好き。うん、なんかね、楽しいと、ご飯の作ってるのを見るのはめっちゃ好きなんだけど、かといって何食べたかそこまで興味ないか。
なんだろう、調理工程を見せてくれるんだったら何って聞きたいけど、物だけ例えばオムライスだよって言われたらそっかってなっちゃう。そう、ね、なんか楽しくない、なんか人間の料理する姿ってさあんま見ないやん。そんな張り付いて見ることってないけど、野菜切ったりさなんか茹でたりしてんの見るとめっちゃ眠くなる、あるから寝る前の睡眠用に見てる私は。そう、なんか私はね今何食べたいかな、もつ鍋食べたいかも。なんかみゆさんとねもつ鍋に行きたいですねって話したんですよ。でこの日にどうかなみたいな話してたら、それから話す進めるの忘れちゃって食べなかった、結局。でもなんかよくか見たらなんかお休み中でもどっちにしろ行けなかったんだけど、でも食べたくてめっちゃ。今世界でもつ鍋食べたい人ランキング調べたら結構上位にいるんじゃないかなってくらい食べたいですね。あと焼肉、焼肉はでもマジでさ、家の焼肉は焼肉っちゃ焼肉なんだけど焼肉じゃないじゃないですか。やっぱあの火で焼いてるのがさ美味しいんだよね、焼肉っていうのは。横山さんハートありがとうございます。そう、だからなんかゴミついてんだけど、毛玉、毛玉、ほこり、毛玉、お洋服のやつでした。そう、もつ鍋食べたいですね普通に。てか何でもいいかも。お腹すいたのかな多分今私は。あとはスパゲティが食べたい。あのモッツァレラチーズのやつが食べて、モッツァレラチーズが食べたいの、正しく言うとモッツァレラが食べたくて、モッツァレラが一番美味しいのが私的にはパスタの中に入ってるのが好きだから、それが食べたいなって感じ。めっちゃまあ何でもいいかな、何でも美味しいものだったら何でもって感じ。あでもあれ食べてみたくて、私チーズ牛丼食べたことがないんですよ今まで、一回も。食べてみたくてそれを狙ってます今は。今食べたいものなんですかって聞かれたらチーズ牛丼っていう、食べてみたいんですよ、ね、食べたことないんです一回も。めっちゃ美味しそうじゃない、つゆダクダクでいきたいですね私は。つゆダク派なの私。あとなんか大盛りだとなんか全体的に大きいから、あの牛肉だけ大盛りみたいな、肉大盛りみたいなやつを選択しがちですね。いつだったかな、ね、ちょっと前のコンサートかなんかの後に牛丼をね買って帰って一緒に食べたんですけど、本当に美味しすぎて涙が出るかと思ったの。牛丼ってこんなに美味しいんだと思って。 K さん小判ありがとうございます、頑張ってください、ありがとうございます。竹山さんたやきありがとうございます。そう、でも私牛丼食べてる時って本当に無言なんですよ。なんかご飯食べるとき私は基本人と喋るんですけど、牛丼食べてるときだけはね無言なの。なんかママと食べて、ママは牛丼食べてなかったんだけど、味噌汁豚汁飲んでたんだけど、私一人で牛丼食べて一人一言も喋んないまま最初から最後まで無言でただひたすら牛丼食べることに集中して食べました。美味しかった、本当に美味しい、マジで。
なんでさ牛丼ってあんな美味しいんだろう。私はね結構トッピングしたい派なんですよ。ノーマル牛丼も美味しいんですけど、卵は絶対欲しいし、キムチとかも欲しいし、ネギとかも欲しいし、そういうのがね欲しくて、まあ、でも普通に家で、家にあるから家で食べるんですけど、美味しいですよね。絶対卵を乗せます。私の中で1個しかトッピングできないよって言われたら絶対卵を選ぶ。卵が美味しいのよ。あの私的には半分くらいさせた時に卵を入れるともうはぁってなりますね。やっぱ最初から入れても美味しいんだけど、もちろんやっぱ卵の配分を多くしたくて、最初はノーマルでちょっとずつこうトッピングをね乗せて、最後にもデラックス食べるっていうのが美味しくて大好き。めっちゃ、あー牛丼食べたい。牛丼もさ、お肉とご飯って別だったら多分あんな美味しくないと思うの。どう考えたって上に乗っかっちゃってるのが美味しいんだよね。そう、私焼肉はあんまりご飯でなんかご飯の上に乗せて食べるの好きじゃないんですよ。ご飯と一緒に食べるけど、まずお肉食べてご飯食べてみたいな、こうちゃんとねあの、うん、乗せないでほしい派なんだけど、牛丼は別です。牛丼も絶対ご飯の上乗せてくれみたいな。卵かけご飯も好きなの。別に好きでもないな。なんだろう、卵かけご飯は別にそんな食べたいと思う日はない。孔明さん、たい焼きありがとうございます。そう、本当に美味しくて、あの基本的になんか味のついたご飯がねなんかうんって思っちゃってたんですよ。白が一番美味しくないみたいな。牛丼別だよね、あの染み込んでる感じがたまらんなって思ってしまうよ。私感動してるマジで、いつも私牛丼食べるたびに感動してるの。本当に毎回初めて食べるレベルの反応ができる。でも全然食べたことなくて、昔は福岡来てからくらいかな食べるようになったのなんだけど、初めて食べた時その感動が忘れられなくて、もう一生ついていくって決めたよ私。孔明さん、たい焼きありがとうございます。猫キャットさんもたい焼きありがとうございます。幸妻さんもたい焼きありがとうございます。幸妻さん、お菓子ありがとうございます。お友さしこさんもお菓子ありがとうございます。牛丼イベントはないのか。牛丼イベントやばそう。本当に美味しいよね。なんであんな美味しいんだろうね牛丼って。最高です、ありがとうございますみたいな。本当に毎回初見リアクションができるの牛丼はね、マジでもう感動してはっみたいな感じになるの。絶対それくらい好きなんですよ。ずっと今日揺れてるね前後に。大阪のターソンさん、たい焼きありがとうございます。私のショールームってさ、だいたいご飯の話してるよね。食べ物の話ばっかり。食べ物が好きなんですよ私は。酔ってきた。自分で自分で始めて自分で酔ってきちゃった。りょう熊本さん、たい焼きありがとうございます。いいですね。皆さん今一番食べたい食べ物なんですか。一番食べたいご飯、ご飯、ご飯の主食、ご飯のメニューで、夜ご飯とかに出てくるタイプのご飯のメニューで今一番食べたいもの教えてください。豚丼食べたことありますか。豚キムチ丼的なものならあります。今一番食べたいもの、ラグなのか、みんなが悩んでいるのか、それとも何も食べたくないのか、悩んでるみたいですね皆さん。おー、丼が多くない？すごい。ふむふむふむ。
構みんなやっぱがっつり行きたいタイプですね。ふむ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 。私はやっぱ牛丼なんだけど、私もがっつり丼ですね。やっぱあるよね、食べたいものって。牛丼が食べたい人いなかったみたい。こんな牛丼の話したのに誰にも心を動かすことができなかった。悔しい。誰の心も動かさなかった。ニコラスさん、大焼きありがとうございます。でも一番食べたいものってめっちゃ困らない？一個しか言えないのって思ったらすっごい迷っちゃう、私いつも。なんか一個だけでまとめられないんだよね。20個くらい食べたいなるから常に。私、まあ、ぶっちゃけ何が来てもこれ食べたかったんだよねってなる。そういうとこあるよね。でもお魚も食べたいかもしれない。まあ全部食べたいわ。世界中の食べ物を全部食べたい、一口ずつ。牛丼美味しいけど普段食べてると食べてもね、なかなか。確かに普段食べないから食べたいものになるのかもしれんね。それはあるかもしれんね。コアラさん、たい焼きありがとうございます。慈悲かおごりかでも変わるのよ。正直だね。すごく正直。ちなみに慈悲でした、私の設定では。そっか、でも私だって別に自分で生活費とか工面してるわけじゃないから変わんないのかな。そういうのか。普通の社会人の方はね、自分のお給料でご飯代とかも出してたら確かに変わるかもしれんね。じゃあ、たまにご馳走してもらう機会ないわ別に。でもね、リナがね、私にねご馳走してくれるっていうのがもう2個たまっとんのよ。2個たまっとんの、リナ。なんかね、リナとねご飯行ってご馳走してもらいたいと思います。何にしようかな。そう、悩み中です。リナ絶対忘れないでね。私覚えてるからね。2回だよ、2回。マジ最悪。1個は激ハチお疲れ様でね。やばくない？もう半年くらい経っちゃうんだけど。4ヶ月経った。そう、それからね、あんまり行けないなっていう時が続いちゃって行けてないんですけど、行きたいですね。焼肉って決めてるんだ。ルンルン、忘れんなよりな。そう、リナとはね、昨日めっちゃ LINE しました、夜。そう、なんか私がなんか元気がなくて、昨日偏頭痛がね、あったんですよ。元気がなくてリナと LINE してました。なんか最近は雨がすごくて毎日頭が痛いんですよね。頭が痛いのと、なんかだるいなってなっちゃったんです、私雨の日。なんかズーンみたいな、体が重いみたいな感じになっちゃうタイプで動けなくなっちゃうの。私のね、雨の日はね、なんか雨の日暑くても布団かぶりたくなっちゃうタイプで、布団かぶって枕抱えてベッドで丸まってます。めっちゃ疲れてる人みたいだけど、全然元気なんだけど、雨の日はねそういうことがあります。台風の時大変そう。でもなんか私、台風だからもう雨が、頭が持っておいたりとかじゃないんだよね。今日も別にそこまで痛くなくて、昨日がねすごいひどかった。日によるのかもしれんな。でもできれば偏頭痛はなくなってほしいなって思います。ウォンさん、たい焼きありがとうございます。
すごい、たい焼きのやつっていつまでなんだろう。あろう、私がねリツイートしたんですよ。えらいであります。近すぎる関係じゃ恋は始まらないよ。君とどこかへ行きたいんだ。ここじゃない、もっと遠くまで。日常から脱出しよう。いつまでなんやろ。20日だ。低気圧になると調子悪くなる女性多いですね。優しくしなければ。かっこいいぜ。でも男性でもいるんじゃないかな。どうなんだろう、女の子だけなの。歌うまくないです。歌うまくないとか言いながら 歌ってるのはちょっとどうなんって感じしますけどね。それまでは全てが楽しい時間があった。あっという間で偶然のこの出会いは稲妻のように去った。と誰か知らないのに心惹かれてく。これが運命だと思せたか。耳も偏頭痛持ちでしょ。うん、リミカも偏頭痛なんだっけ。結構多いんだよな、5期生偏頭痛。私あのめっちゃあげるもん。頭痛いの飲みっつって。シンデレラとかもろもろカラオケに歌うしね。歌いたいね。シンデレラ、シンデレラ。思い込んでいた駅の階段駆け上がり、ブリハマチさん、たやきありがとうございます。ブリハマチタイめっちゃお寿司魚だった。大阪のターさんさん、たい焼きありがとうございます。今日のカミレアタイムは何時なのかな。今ね、なんて名前だっけ、あの栄光のラビリンスであれをしているんですね。あの CM 選抜をしてるんですよ。あと10時だけなんだ。マーボーさん、たやきありがとうございます。さきやんさん、かわいいありがとうございます。そう、結構ね5期生がみんなやってる子が多いので、ぜひ皆さん、私やんないのでね、なんかあるじゃないですか、支援みたいな、ぜひしてください。なんか協力し合うんですよね。なんかめっちゃ汗かいた人みたいになっちゃった。ねー、誰がやってるんかはちょっとわからないんですけど、結構やってるので、ぜひ皆さん暇な時にポチポチしてあげてください。よろしくお願いします。私はガチャを2回くらい引きました。爆死しました。みんなでね、教えました。これはこうだよっつって。リミカに教えましたよ。こうやってやるんだよ。で、人のガチャを引いて爆死しました。2回、3回かな、3回くらいガ
カチャを引いたんですけど、人のでね、じゃあ引いてって言われたから引いて爆死しました。イジイジマジショック、正しく言うと私はショックじゃないんだけどごめんってなった、ごめんねみたいな。みんな爆死したの、かわいそうに。ワンさんファイト、ありがとうございます。そうガチャはね出ないんですよね、基本的には。欲しいと思ったものは出ないっていうのがもうルールじゃないですか、絶対的な。で一回出たからもう一回出るんじゃないか、引きました、はい。でこれはねそういうことなんすよ。家なのであります。なので皆さん頑張ってください。なんかレアのあれが難しくてわかんない。予選は無理しなくてもいいよね。そうかもね、わからんそう、まあでも私はやらないのでみんなにって感じですかね。もう全然無理しなくてもいいんですけど、ログインをしてねもらえたら。ログインはタダなんですよ、だからねぜひ。どうなるかな、お腹すいたぜ、お腹すいちゃったぜ、たぜ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 。あーすごい脈を感じるなんか脈感じるときない、人間のなんか、いや私今生きてんなみたいな最近あんだよね、指先とかめっちゃ感じる。ここだっけ感じやすい。脈あるわめっちゃ。つてんの脈測る時間何みたいな。生きてる。生きてました。今も。やった。脈を感じ取る時間はね、大事なのかな。どうなんでしょう。あのさ、血圧測るやつあるじゃないですか。あれめっちゃさ、なんかえそこえまだ行くまだ行くまだ行くって思う。なんか意外とさ。がっちり締め付けられるよね。今たやき651個、すごい、ありがとうございます。は641個になった。ルイスさんたやきありがとうございます。すごい皆さんすごいわ、ありがとうございます。こんなハイスピードとは思わなんだです、ありがとうございます。いや683個めっちゃ増えるやんすごいありがとうございます。そう意外、思った以上にさめっちゃグイグイくるからさ、もうおーみたいな、なんかまだ来る、まだ来るのみたいな、一瞬びっくりしちゃうよね。にしぷーさんたやきありがとうございます。私ちょっとびっくりしがちです、マジかみたいな。でもちょっと楽しいんですよねあれ。
なんか温泉とかにあるじゃないですか。そのとこちょっと測りたくなっちゃう。いいっすか、自分いいっすかみたいな自分血圧いいっすかみたいな感じになっちゃうね。楽しいよあれ。でも結構時間がかかるからさ、自宅用持ってるかいつでも測れるの。私もね、持ってる人の家に行ったらやります。トニーカイさん、たやき、ありがとうございます。そう、静かにね、結構真顔で待ってるびっくりするね、あれ意外と元気ねみたいな高いたびさん、たやきありがとうございます。なんかおもろいよな血圧って。何なんだろうって。でも私ちょっと思う、血の行く速さってこと、ドゥンドゥンの速さなのかな、どういうのの基準なのか分かんないけど。でも私低いらしいんですよ血圧。よく分かんないけどね、前測った時は低いって言われた。低いみたいです。うん。あー、お腹空いた。トマト食べたい。トマト大好きなの。あと飲み物だと最近めちゃめちゃ牛乳が好きで、一日もう飲んじゃうんだよね牛乳。健康すぎてびっくりだよ自分でも。本当に牛乳好きで、なんかね、パックの飲み物を買うとき、今だったらオレンジとか買ってたんだけど、最近牛乳選んじゃうんだよね。美味しい牛乳。牛乳牛乳牛乳。おたまる幸子さん、お菓子ありがとうございます。レオくん、もとさん、たやき、ありがとうございます。なんか小学校の時は牛乳がなんかあんまりうんって思うんです、思ってたんですけど、なんか小学校の途中からめっちゃ牛乳好きになって、で中高で別に飲まんなってなって、でまた今帰ってきました牛乳ブームが。やっぱ時代って巡るんですね、ブームって巡っていくんですよ。牛乳めっちゃ美味しい。なんか健康にいいじゃないですか確か牛乳って、多分ねだからいっぱい飲んでもいいかと思って飲んじゃいますね。最高に美味しいです。さっきも飲んでました、美味しかった。あ、ごめんなさい。あとは普通にお茶タンパク質をね取った方がいいらしいので、タンパク質のことを最近は考えてます。タンパク質くんのことをね思っているんだどこにいるのかなみたいなね。でも私あんまプロテインが好きじゃなくて、なんか甘いんだよね、甘いのが多いじゃないですか。あんまそれがね好きじゃないから、プロテイン飲まないとマジタンパク質全然取れなくて、本当に。でもね本当にあの甘いのは苦手なんですよ私。だから足りないと思う、タンパク質って。てか私昔からタンパク質足りてない気がする、ずっと。なっちゃんさん、たい焼きありがとうございます。なんだろう、雨月物語かな、さん、たやきありがとうございます。最近本読んでないな、そういえば。読みたい本はめっちゃあるし、これ読もうって決めてる本はあるんですけど、買って読んでない。コンサートが終わったら読もうかな。
たのどんたくたいさん、たい焼きありがとうございます。頑張ってください、ありがとうございます。そう、プロテインはあんまり、あんま、あの何も味しないやつみたいなやつを買ってみようかなと思うんだけど、うん、でも豆乳も別にそこまで、牛乳派だしなみたいな。どうしたらいいの？だとしたらどうしたらいいのみたいなとこあるよね。でももういっかみたいな、足りなくてもいっか絶対ダメ。でもね、なんかいっかと思っちゃうんだよね。うん、だから、まあ、卵ちゃんと食べようとか、牛乳飲もうとか、お肉食べとこうかなみたいな、豆腐食べようかなみたいな感じでゆるくね、うん、まあ別に私あれしないしなみたいな。あのボディービルダーさんとかになるんだったら、あのプロテインはね飲まなきゃダメですけど、ならんしなみたいな。そう、味覚はねマジでね人それぞれですよね。私もこれ超美味しいのにと思って、でも他の人がみんな好きじゃないのとかもあるしな。逆に他の人みんな好きなのに私だけ嫌いなのもあるし、嫌よね。好き嫌いが何もない子に生まれたかったなって思っちゃう。なんだろうね、食べれなくはないんだよもちろん、何でも食べれるんだけど、このまんみたいなわざわざこれを食べるのか、うーんってなっちゃうときはあるよね。よくないよね、好き嫌いは本当によくない。でも最近はだんだん何好き嫌いが減ってきて大人になったなって感じますね。やった。だって昔豚肉も食べれなかったんだよ私。豚肉食べれないのやばくない、どう考えても。うん、それは食べれてみたいなとこあるやん。今は食べれるんだけど、昔はね牛肉しか食べれなくて、よかった、食べれるようになって。鶏肉も食べれるようになったよ、大人すぎる。拍手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 でございます。このまま行ったら私もう100歳くらいになったらまず世界中何でも食べれちゃうと思うそうなんだみたいなね。竹谷さん、たい焼きありがとうございます。博多のどんたくたいさん、たい焼きありがとうございます。金にゃんさん、たい焼きありがとうございます。たい焼きおいしい。ジンギスカン食べたことない。北海道が有名ですよね確か。食べたことないんですよ。なんかね行ったことあるんだけどジンギスカン食べなかったんだよね。たい焼きおいちい。たい焼きの下にいます。はあ、美味しそうやな。やっぱたい焼きって割って食べるのが正解なのかな。でもさ、割って片方食べてる間に片方めっちゃ冷めちゃいそうな気しない？なんか私そういうものね、あのかぶりつくのが苦手なんですよ。なんかこうちぎって食べたいんだけど、たい焼きとかってちぎるとさ、あのあんの部分がさ、なんかねじょっつってこう垂れてきちゃうというか落ちてきちゃうじゃないですか。だからね、かぶりつかなきゃいけなくて、ちょっとまあ人前で食べて食べにくいよね。ちょっと家帰って一人で、ないしは家族くらいって感じ。でもだんだんご規制にもね、なんかいろいろ気を張ってた部分がだんだんマジで気張らなくなってきていいことなんか悪いことなんかみたいな。伊藤ごまさん、たい焼きありがとうございます。うん、結構何でも言えるようになってきたかも。家族みたいになってきた、だんだんね。不思議、福岡の家族福岡の兄弟たちです。本当に面白いな、ご規制って。毎日私ご帰省の昔の写真とか動画とか見返してるんですけど、懐かしくて、全部が何見てもどれが分かるんですよ、すぐ。すごいなと思ってて、一個一個のやつに足してちゃんと思い出が毎回あって、なんか3年目
にもなって、こんなちゃんと覚えてんだなと思ってもう本当にこの話したよねとか、これ一緒に食べたよねとか、これ買いに行ったよねとか、全部はちょっと思った、ほとんど覚えてて、なんか私ってご機嫌のこと好きなんだなってめっちゃ思う、うん、めっちゃ大事であります。ご機嫌はすごい、こんなとこ今つまんだから泣いてる人みたい、感動この感動やばくない？こんばんは、ただいま結婚してください。やばいね、名前も結婚してくださいって、すごいね。結婚してくださいって言われて私がいいよって言ったら本当に結婚するんですか？ちなみに聞くけどちなみに聞くけど、私があいいよ結婚しようって言ったら本当に結婚するのかな。泣き方の癖結婚前提託し会に来ます。沖縄の方ですか？沖縄の人って行くことを来るっていうのって、あそこ来て、分かった行くねじゃなくて、分かった来るねみたいな感じで言い方言うらしいですよ。すごくない？握手会に来るっていう言い方はしないじゃないですか、この結婚してくださいさんは。握手会に行くなんですけど、沖縄の方はそれも来るって言うらしいんですよ。だから多分この方は沖縄出身なのかな、すいません全然違ったらごめんなさい、この間聞きました、豆知識です、皆さんに共有しておきます。それか単純に間違えてるかひじりちゃん情報ノン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 、ひじり情報じゃないんですけど別に沖縄出身の人ひじりだけじゃないからね、世界で福岡でも言うんだ、初めて聞きました。その人は沖縄の言葉って言ってた、うん、どうなんでしょうかね。まあでも間違ってますけどね行くですよ、来るっていう言い方は迎えが入れる方の言葉なので、福岡のその言い方すんだって、なんか正しいんかな、それが分からん。東京ではそういう言い方をする人はいないです。じゃ南の方なのかな。また来るねって言っちゃう、また来るなってんじゃない、また行くねっておかしくない、目の前にいるのに。また行くね、難しい。福岡だけなんかな、あ沖縄と福岡なんじゃない、じゃあ分からん。それかその沖縄の人が沖縄をこう言うっていうのがちょっと嘘だったからね、まあ知らんけど、なんでもいいわぶっちゃけそう、まあでもとりあえず結婚してくださいさんは、私が結婚してくださいって、あ私が結婚しようって言ったら本当に結婚するんかっていうのを聞きたいんだけど、なんか全然返事してくんないから、多分本当は結婚する気ないわこれはうーん、また来るね、また行くね、その場にいるときはまた来るねって言って帰ったらまた行くねっていう、私だったらまた遊びに行くね、また来ていいとかも言う。でも家にいるのに、例えば誰かのお家に遊びに行きました、帰る時にまた来たいなとかは言うけど、家帰った後にまた来るねとは言わない、また行くねっていう。やっぱその現地にいる時は来るなのかな、また来たいなとかも言うじゃん、ここまた来たい、このレストランまた来たいな、あのレストランまた行きたいな、まあでもいろいろありますよね。だって言葉ってみんなが使うんだからさ、一個のルールで縛れないよね。分からん。私日本語専門家でもないしな。
まあいいやみたいなとこある。うさつばきさん、たいやきありがとうございます。面白いっすね。面白いか。普通だ。私はそんな面白いと思わなかった。するよだってめっちゃ時差。そうなんだ。でもごめんなさい、私はしません。私はしませんね。でもさ、いつかね、誰がと結婚したか教えてください。この人と結婚しましたって。結婚ってことなんで、ね、付き合ってくださいじゃなくて。でもなんか片思いの時期が楽しいって言いますよね。私の友達は片思いの時期が楽しかったなって言ってた。付き合う前の方が付き合った後よりもなんか楽しい。なんか LINE の返事まだかなとか思ったり、なんか好きな子いるんかなとか思ったりとかしてる時間が楽しかったって言ってた。顔がすごいタイプだからフォローします。お、ありがとうございます。だって握手会通ってるから付き合ってます。それ勘違いです。そういうことなんだ。握手会に行ったら付き合うことになるんだ。すごいね、設定が。まあ、いいんじゃないでしょうかね。人それぞれありますよね、それも。そう。初めて聞いたけどね、私は。新しいタイプさ。そう、でもなんかそのね、なんか、なんですか、連絡が来るかな来ないかなとか、席替えがどうかなとか、私めっちゃ好きだけど好きってバレてるのかなみたいなことを考えてる時間が楽しいらしいんですよ、片思いの方が。でも付き合ったらなんかあんまりそういうときめきはなくなっちゃうらしいですよ。謎。スリルがいいんですかね、相手私のこと好きなのかなとか、こういう風にしたら好きになってくれるかなとか考えるのが楽しいんですかね。どうなんだろう。でもさ、その友達がさ、そのまるまるくんなんかちょっと気になってるんだよねみたいな、彼女とかいるのかなとか言って話してる時、私もすっごい楽しい。私もすんごい楽しい。なんか、告白しちゃえよみたいな。いうのを言ってる時も、私は確かにめっちゃ好きだなって思う。でも、そのお友達がね、OK されて、無事お付き合いしてる時も楽しい。なんか、今日ね、まるまるくんがこうしたんだよって言ったら、そうなんだって言って、もうニコニコよ、私。幸せそうにね、してるの話聞くのもすごい楽しいし、なんか喧嘩しちゃったのとか、なんかまるまるくんこんなこと言うんだよ、ちょっとおかしくないみたいなこと言われたら、なんか確かにそれはおかしいねとか言って話すのも楽しい。まあでもね、喧嘩はね、片方の意見だけ聞いてもダメなんでね、ちゃんと両方聞くまでは中立の立場で私は基本的にいるタイプなんですけど、ちゃんとね、でなんで仕事したのって聞いてね、あのダメでしょっつって仲直りしてきなって言ってる時もめっちゃ楽しい。クリーンさん、たい焼きありがとうございます。そうなのよ。めっちゃなんかいいよねって思う。私はそのなんか恋愛してる子ってめっちゃ可愛いじゃないですか。なんかやっぱな、恋すると可愛くなるっていうじゃないですか。あれ絶対本当だと思うんですよ。なんかすごいキラキラしてるし、
可愛いんですよね。そういうのを見てなんかええー、なーって恋愛ってええー、なーって思ってすごい感動してます。近所のおばちゃんポジなんですよね私いつも。ヤジ飛ばす係、噂とか迷うの早いけどね。懐かしい高校とかめっちゃあったわ。なんかえ、まるまるとまるまる付き合ったらしいよとか言ってマジでみたいな。めっちゃ楽しい、面白かったな。もうないもんねそういうの。やっぱそういうのって若いからさ、そういうキャッキャキャッキャなるじゃないですか、いちいち。大人だったらさ、多分会社とかのさ、会社恋愛、同僚恋愛、社内恋愛とかは多分そういう風にキャッキャキャッキャならないじゃないですか、多分。もうちょっとお互い大人やけんさ、なんかこう余裕とかがあったりするのかな、ちょっと知らないけど。会社入ったことないしね、私。なのかなって思うけど、やっぱ学生だからさ、キャッキャキャッキャしちゃうんですよ。それがいいんだよね、でもね。ウォンさん、たい焼きありがとうございます。なんかいいよね、めっちゃ。私はかなり素敵だと思います。微笑み、なんかいいな。学校っていいよね。なんか教室とかの雰囲気かなんかもちょっとドラマチックじゃないですか。でもこれは学校を通ってる時は何とも思わなかった。でも学校に通わなくなったらすごい教室とかってなんかちょっといわゆるエモいなみたいな、ここぞとばかりに使っていくエモいなみたいな感じ出てきません？あのなんかすっごいお尻痛くなる椅子とかさ、めっちゃガタガタの机とかさ、なんかそういうのがいいよなって思う、うん、あとさ、なんでロッカーこれみたいな、細長すぎんみたいな。ロッカー、うちの学校のロッカーめっちゃ細長かったの、細長すぎんかみたいな。この上のデッドスペースがもったいないやんって思ってたんだけど、そのロッカーもなんかいいよなみたいな、うん。でも私が思ってたのは、そんな細長いんだったらハンガーラックつけてほしかったなみたいな、コートとかかけたかったんだけどって思ってましたけど、それもいいよなって感じ。今目閉じたら思い出せるもん。学校、大学生席替えないもんね。そうなん？そうなん？あ、そうだよね。だって大学生ってさ、クラスないじゃん。自分でさ、コマ取ってさ、やるから。大学のさ、椅子ってさ、誰かの椅子とさ、誰かの背もたれとその後ろの人の机がこうで繋がってるじゃないですか。こういう風になってるじゃん、全部が。だからさ、貧乏ゆすり激しい人の後ろの席引いたらマジでめっちゃ最悪じゃない？貧乏ゆすりのさ、あれがさ、ダイレクトに来ちゃったらさ、なんか別に貧乏ゆすりするなとは言わんよ。人によるしさ、落ち着くし、落ち着くんだろうし、言わんけどさ、ちょっとアンラッキーだなって思っちゃうよね。このガタ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 みたいな。デカめ貧乏ゆすりの方の後ろはちょっと引きたくないで、できれば。別にいいんだけどね、どこでしようがね、人に言うんやけど、まあ、大学のね、でも授業中とか暇なのかな、嫌ってなっちゃうのかもしれないけどさ、考え事してたりとかするとなっちゃうのかもしれんけどね。ちょっと貧乏すりしちゃうよって人はね、頑張ってほしいね、授業中だけは。 MM33 番さん、たい焼きありがとうございます。あとサークルっていいよね。なんかクラブ活動とちょっと違うやん。サークルのさ、勧誘がさ来てさ、背高い子はきっとさ、みんながさバスケとかにめっちゃ勧誘されるんやろうね、背が高いだけで。なんかそういうのよくありません？なんか小説とかのさ、大学最初とかのシーンで絶対出てくる、背が高い人バスケ部勧誘されがちみたいなシーン絶対あるよね。道にさ、ブワーってこの校門の道をさ、サークルの勧誘担当の人が立ってさ、まるまるやりませんかみたいな、
私パッと見めっちゃ運動できそうな顔してるじゃん。すいません、ちょっとナルシストでごめんなさい。私パッと見めっちゃ運動できそうな顔してません？だからさ、絶対テニス部とかさ、テニスしてそうな顔してるなって思う自分で。そんなことないかな。テニスできそうな顔してるなって思うから、私ともテニス部から勧誘されるわ。テニスサークル絶対私テニスしてる。え、テニス部っぽくない？テニスしてそうじゃない？めっちゃ、特に今日。え、ちょっとラグかな、ラグかな、みんな ラグかな。多分ちょっとしたテニスめっちゃうまいっていうコメントで多分埋め尽くされるんだよね、きっと。ちょっとラグだね、待ちますね。ちょっと、あ、ちょっとラグすごいかな、もしかして。あれあれあれ、あ、すごい。でもなんかちょっとみんながだんだん気を使って言ってくれ始めた。陸上部っぽい、マジよかった。みんながね、すごいぽいぽいって言ってる、ありがとうございます。そうそうそう、テニス部っぽいやん。だからテニスきっとね誘われてましたよ。でも入ったらね、多分誘わなきゃよかったと思うから、絶対勧誘しない方がいいよって言っときます。全国のテニスサークルの方へ、私勧誘しない方がいいです。別に私テニスやってもいいけど、玉拾いもろくに多分できないです。テニスのおじさんのアニメ見ました、ちょっとだけ。ワンの怖くて見れなくなっちゃったけど、テニスのおじさんも見たことがあるので、気分はテニスのおじさんまでやります。気分は越前寮までいきます。左利きだった、あ、違う、あのあれだ、本気出してないときは右手 B みたいな。アフロユージさん、たい焼きありがとうございます。テニスのおじさんもね、全然ね見たくて見てたんですけど、なんか終わるのが嫌で見えなくなっちゃったの。あんなさ、すんごい長いじゃないですか。なのに終わるの怖くて見れないんですよ、私。一緒に標定コールしましょう。標定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 。電波師マムシのやつがいない、やりたいのは、うん。テニスのおじさんはね、本当すごいんですよ。本当にすごいんですね。テニプリ今大学生編続いてますよ。りょうまくんが大学生になったってことですか？だって私初めてりょうまくん見たとき小学校6年生だったのに小学校6年生だったのに、りょうまくん今大学生なの。アメリカ行ったよね、映画で。え、ちょっと親戚の子が成長した気分なんですけど、嘘でしょ、大学生になっちゃうの？やだ、大人じゃん、同い年やん。え、同い年なんかな。どこだ、全然ないんだけど、私の履歴がないわ。ないわ。なぜ、マジっすか、マジっすか。私はね、小編のオープニングかな、なんかね、オープニング、私オープニングとエンディングの曲が好きなんで、これ長いアニメはねクールで変わるじゃないですか。だからその変わった話をまず調べて、全部のオープニングを聞くっていうのから始めるんですけど、いい歌が多いですよね。中高テニスしたけどテニプリ通ってこなかったから他の部の話です。やっぱさ、テニス部の人ってみんなテニプリ見てるよね。173話もあった、あ、8話だった178話って文字見ながら173話って言ったんだけど、自分が怖い。
やでもね、そのうちの全然まだ十何話とか嘘つきました。大嘘ついた。53話だ。帰ってきたモモまで言いました。もったいなくて見れない。3分の1で終わっちゃうもん。やだ、終わりたくないなって思っちゃう。こう長いやつってほんと見れなくなっちゃうんだよね。でもその後もさ、新テニスの王子様とかさ、 OVA とかめっちゃあるんだけど、あ、なんかダウンロードしちゃった。どれダウンロードしたの？私今どれダウンロードしたの？めっちゃ先のわ。そう、超ショック。終わっちゃうのが怖くて見れないんです。いやね、アニメ最近見てないかもしれない。あ、ちょっと何、近代少年の事件簿リターンズみたいな。そう、あのね、あのなんだっけ、スポーツ系見ないんですよ私あんまり。待って、遊戯王ってスポーツなんだ、分類。遊戯王見たいな。遊戯王見よっかな。224話もあるよ遊戯王。絶対終わらんやん。神、最高。やっぱ200話超えてからだな。最高であります。そうとかね、めっちゃいいんですけどね。でもやっぱちょっと終わるのがね怖くて。12話とかだったら逆に一気見見れ、一気見ができるんだけど、ちょっと長くなった瞬間にあれなんよね。あ、競技っていう欄だった。スポーツ競技だ。競技でやってたね、カードバトルやけんね。そう、いいわ。なんか見よう、落ち着いたら。日常系も見ないかも、あんまり。のんびりみたいなやつ。じゃあ何見てんだろうね私って。結構ファンタジー系とかアクション系が多いかな。吉坊さん、たやきありがとうございます。ちはやふる懐かしい。漫画読んでました、昔。なんか百人称覚えなきゃいけなくて、覚えたくなくて、で百人、その時にちょうどねちはやふるが流行ってたのかな。で読んだんだよね。楽しかった、かわいい。ちはやちゃんかわいい。かわいかったな。なんか憧れちゃうよねやっぱ。ちはやふるって少女漫画じゃないですか。私でもちはやふるくらいしか見たことない少女漫画。可愛かったな。顔がさ可愛いのにさ、なんかすごいめっちゃ変顔するしさ。え、変顔する子だよねちはやちゃんって。でも本当に顔可愛くて、なんだっけ、あの普段はなんかあの可愛いって感じなんだけど、静かにしてる時めっちゃ顔綺麗なの。それがねすごい好きだ。憧れちゃったよね。なんかこういう女性になりたいなみたいな。マジかわいい。うわ、かわいい。表紙がもうかわいい、かわいい。やっぱね、美人な子、私多分結構美人な子が好きなんだよね。あと確かチアウルとなんか目に見えてめっちゃうんみたいな人がいなかった気がする。いたっけ、あんまおらんかった気がする。可愛いからな、にちゃーって感じです。そう、少女漫画はさ、あの可愛いんですよね女の子が。少年漫画も可愛いんですけど、
私結構ヒロインとか好きになっちゃうタイプなんですよ。かわいいみたいな、え、かわいいみたいな感じになっちゃっていいですね。でもなんか結構やっぱ少年漫画は男の子から好かれる女の子がヒロインのことが多い気がして、少女漫画は意外と女の子受けの感じでもね、少女漫画の悪役の女の子めっちゃ好きなんよね。なんかだいたい髪の毛黒くて、内緒金髪で長くてちょっと目切れ長で、なんか美人系で3人くらい手下がいて、なんか大体お金持ってるみたいな、お金持ちの子が多いな。そういうのが可愛いの。最高と思って、なんだろうね、ちょっとそういうかっこいい系の女の子が好きなんですよね私。あの漫画とかの世界の中では圧倒的黒髪中なんですよ私。そう、髪の毛が暗い子の方がなんかもかわいいってなって好きなんですよ。でもボブが好きなんだよね、ボブかロングどっちかみたいな、両方ストレートが多いかな。アイマップツインテールとかも好き、まあ、やっぱ髪の毛黒かったら何でも可愛いなって思っちゃうタイプなんだよね。そういう子さ、大体気強いのにさ、なんか主人公の子にさ、なんか男の子取られちゃってさ、なんか泣いちゃったりとかするやん、可愛いみたいな、え、泣かんでみたいな、かわいそうやなと思う。でもさ、なんかしょうがないやんな、二人その男の子がモテモテなのが悪いんやけど絶対一番悪くないけど、そう、男の子がモテモテなのが悪いんだけど、なんかみたいな、悲しいってなっちゃうから、甘みで竹庵さん、たやきありがとうございます。そう、でもさ、なんかいいよな少女漫画とか見てるとさ、なんかやっぱかっこいいなって思って、高校生めっちゃいいなって思う。うん、高校生っていいなってあれやんね、学校帰りにさクレープとか食べたりとか、あと私がすごいなと思ったのはさ、あのお家まで一緒に帰るってなんか思ってた昔はね。今やったら別になんか、まあでもかっこいいか、いいな。でもちょっと気まずいよね、家族とかに会っちゃったらさ、なんかっていうの、ああいうのって言うのかな、家族に付き合ってるんだよねみたいな。でも恥ずかしいよね、家族にさ、私彼氏できたとか彼女できたとか言うのちょっと恥ずかしくないってことは秘密なのかな。そしたら気まずいよね、家まで送られたらさ、どう頑張ったってバレるじゃん、家なんだからさ。でもなんかいいなと思った。私はすごいやっぱね、あの学校の帰りに映画館とか行ってんのを友達とかが行ってんの見るとなんかすごいと思って、なんかすごくない、学校帰りに映画館に行くのってなんかすごくない。だって映画ってだけで1個のイベントじゃん、もう日曜日にやっていいことをさ学校帰りにしちゃうのがなんかいいなと思った。映画見てポップコーン食べて帰るみたいな、とても素敵と思って。映画いいよね。でも私映画の友達と映画見た後に最後になんか意見交換みたいなのするのがちょっと苦手で、なんかそれ私結構余韻に浸りたいタイプなのね。なんかしばらくはもうはぁみたいな、さっきまでの映画の内容を反芻しながらちょっと余韻に浸りたいタイプなんだけど、すぐなんかエンドロール始まってあれよみたいな感じ言われたらもう見ようよ最後、エンドロール中にさ流れてる主題歌とか聴きながらもう反芻したいわけ、自分の気持ちをね整理したいの私。だからエンドロール中に席立つ人ちょっと許せないんだよね、なんかもったいないなと思っちゃう。エンドロール終わっても映画館が明るくなるまでがもう映画なのにもったいないなと思って、これね絶対のルール。私あんまね人に
これしなさい、ああしてほしいとか言わんけど、映画だけはね、ちょっと映画館だけはエンドロールまでは見るっていうのだけは、私と映画に行くね、ご帰省、エンドロールは見ようね、最後まで、ちょっとごめんなって、エンドロールだけ見て。そう、友達とかと映画見に行くときも、まあ、あんまおらんけどね、エンドロールで立つ人、私の友達には。でもね、エンドロールは見たいタイプなんだよね、ちゃんと見て、なんか、そうそうそう、最後にね、あったりすんだよね、映像がね、ちょっとね。でも私いつも映像があったら、ウィーみたいな、出てった人もったいないよみたいな。そう、もったいないぜ、ウィーみたいなこと思います。半数使っちゃう。そう、もうね、結構ちゃんとね、映画、あと私めっちゃ集中しちゃうんだよね、映画とか。でも私1個の体勢でずっと売れないタイプだから、ずっともともとしちゃうんだけど、でもめっちゃ集中してんの。話しかけられても気づかん、なんか、え、これってこうじゃないとか言われても無視しちゃう、気づかなくて。だから映画館一人で行くことが多いかな、割と。なんか映画さ、なんか本当はうろうろしながら見たいんだよね。あの、そう、あと私映画人多いと集中できないから、予約の段階で人がいっぱいじゃない回を探して、朝一とか夕方とか探して行くんだけど、なんかの時にね、映画見に行ったらね、たまたま平日だったんだよね、私休みで。で、平日にあの朝くらいに見に行ったら二人っきりだったの。私と知らないお姉さん、綺麗なお姉さんの二人で、超気まずかった。だって二人って気まずくない？めっちゃやばくない？と思って。で、私めっちゃ早いの、入り時間。めっちゃ早くね、会場入りしちゃって、私会場入りも超早いタイプなんだけど、会場時間と同時に行っちゃうのよ。会場して2秒でね、入って、あれ来なくない？確かに私の予約の段階では私1人だったなと思って、ワンチャン1人かな、1人はちょっとなんか、え、いいんですかって思ったら、お姉さんがスーって来て、あ、さすがに1人じゃないか、いいっつって、え、2人みたいな。しかもさ、なんか超離れてたらまだいいの、ちょっと近いんだよね、3列前くらいので、え、2人みたいな、この距離で2人みたいな、お互い多分ちょっとやばいってお互い思ってて、ちょっとお互いなんかみたいな、気まずいと思って。でも始まったらね、忘れちゃうんだけど、その人のことも。でも帰る時も気まずかった、すごい。私帰るのも早いのね、基本的に。エンドロール終わってふってして、あとはやっぱ家の中で帰り道とかで結構ちゃんと考え出すから、ふってして、よし行くかって立ち上がって、すごいなんか、あ、お先どうぞみたいな、ちょっと気まずいですねみたいな、お互いに。多分相手のお姉さんも私が気まずいって思ってるのも多分気づいてて、多分お姉さんも気まずいと思ってて、気まずすぎて、気まずいって思ってました。すごい、でも静かに見ちゃう。映画館、でも映画館が苦手なんだよね。怖いんだよな。あと私映画館ね、うまく歩けないんですよ。映画館苦手なの。カーペットは歩けるんだけど、映画館が苦手なの。私は映画館絶対1回こけちゃうの、本当に。今まで映画館行ってこけなかったこと2回くらいしかないくらい、本当に映画館なんか苦手で。あと頭が痛くなるんだよね、映画館行くと。でも映画は好きだから見ちゃう。やっぱ家で見るのよりも映画館の方が音響が綺麗ですよね。特に絵も大きいし綺麗だけど、あの音が綺麗じゃないですか。例えば紙をめくる音とかが特に綺麗な気がする。実写のやつとかは特に紙をめくる音とか風の音とか、そういうのがすごい、やっぱね、テレビから聞こえてくるよりも映画館で見た方がやっぱ、あのスピーカーとかが綺麗なんだろうね。綺麗だからいいんだよね。だから好きだから行くんだけど、
頭が痛くなりますね。映画館は私音が一番好き。なんか絵が綺麗な映画ってすごい多いけど、音がめちゃめちゃ綺麗な映画って映画館まで行かないと分かんないじゃないですか。映画館で見ていいなって言って、私なんかね、生活音が好きなの。バス乗るとか、だからバスが出てくる映画マジでめっちゃ好きで、バス乗ってほしい。全映画バス乗ることを乗る場にしてほしい。 映画館で聞くバスの音が一番いいバスの音なんですよ。なんかね、いいんだよね。そう、でも私でも結構耳が良くて、音がでかいのはちょっと私にとってネックではあるんだけど、でもね、まあ迫力があると言い換えればすごくいい感じに聞こえるし、自分でもいい感じで見とれるからいいんだけど、頭が痛くなるね、映画館。なんだろう、入り口が苦手なんだよね、映画館の。まあ好きなんで行くんですけど、映画見たいな。なんか見たい映画あったのにさ、すっかり忘れてて、多分もう公開終わっちゃった。めっちゃショック。私外国の映画めっちゃ好きで、字幕を見るのが好きなんですよ。私字幕読むの早くて、本を読むのはねそんな早くないんですけど、私は字幕とか読むのがすごい早いから、字幕をね、困らないので、字幕大好き。なんか吹き替えも別に好きなんですけど、やっぱねニュアンスってあるじゃないですか。違う、字幕もさ、字幕で翻訳されちゃってるからニュアンスは違うんだけど、なんかね、私はね字幕派なんですよ。まあ吹き替えも好き。欲を言うなら2個見たい、2回見たい、字幕版と吹き替え版。いいよね、映画見たいな。でもなんか今って映画館やってるんですかね。やってはいるか、公開中とか言ってるもん。でも映画館で多分今飲食できないよね、きっと。私飲み物飲まなきゃ映画見れないんだよね。なんか喉乾いちゃって、いつもねめっちゃ大きいコーラ飲むの。コーラを飲みたいね、絶対コーラかソーキャン茶で、お茶かコーラを絶対飲みたいんだけど、多分今飲食できないから食べれない。物を食べるのは疲れちゃうっていうか集中しちゃうからなんだけど、飲み物はねめっちゃ飲んじゃうんだよ。映画館で飲むコーラが一番美味しい気がする。飲むの OK なんだ。知らなかった、絶対ダメだと思っとった。ちょっと前にね見に行ったんですけど、映画泣きすぎてマスクびちゃびちゃになった。 そう、初めてよ、マスクびちゃびちゃになるんやと思って泣いたら、ここにこうやってタオル置かないとダメだった。号泣。そう、映画館私ね泣いちゃうんだよ、めっちゃ感情移入っていうの、なんかさしちゃってすーごい泣いちゃうの。笑いはしないんだけど泣いちゃって号泣しちゃうよ。恥ずかしいよねちょっと。だから友達と一回、あんま友達と映画見に行かない理由は号泣するの恥ずかしいから。 本当に私嗚咽するくらい泣くのマジで、ちゃんとね。いつもね、じゃ不審者みたいな格好で行ってごめんなさい。もうおしゃれしていいか。暗いからさ、なんか別にそんな気合い入れた服着なくてもいいかなとか思っちゃうんだよね。そう、普通にジャージみたいな服で行っちゃう。 でも行くまではめっちゃ恥ずかしいよね、普通に考えて。でもさ、いつも映画見に行く、じゃあ別にこの服で行くかっつって、でも電車とか乗った時にめっちゃ後悔するの。やばい、めっちゃパジャマみたいな服で来ちゃったっつって、号泣する赤ちゃんみたい。めっちゃやだ、めっちゃ無理無理です、嫌です、遠慮します。本読んでも泣いちゃう。
私ほんと一人で部屋で本読んで泣いてる時一番なんかすごい虚しくなるの、ちょっとなんか悲しくて本読むライトつけてさ、うん、本読んでさ泣いてさ、はあ、今何してんのかなって思って、読み終わった後、読み終わった後もあの一旦ねまた反芻して思い出して余韻に浸るんですけど、浸ってふうってため息をついてふと現実に戻った時に、え何みたいな、私今一人で部屋で本読んで号泣してそして余韻に浸ったの今みたいな、ちょっと嫌ねって思っちゃう。楽しいよね、本一気読みしかできない、本読みたいな、本読もう絶対絶対本読もうすごいなんかいいね、そういう映画とかのね趣味がねあると楽しくていいですよ、ね、今何時やろ、9時 ?8 時くらいかな、え私1時間42分2時間くらい収録したんだけど、めっちゃ長くない、全然気づかなかった、まだ1時間くらいしか経ってないかと思った、しかも9時って言い間違えたし8時のことやばいね、めっちゃ長くない今日、すいません、すごい長丁ですね、お疲れ様です、お疲れ様です、皆さん、やばいね、こんなめっちゃ喋ってたけどほとんど映画の話、食べ物の話しかしてない私やばいね、やばいね、え、マジっすか、マジっすか、すご別にそんなすごくないんだけど、まあ、というわけでね、ちょっと思ったよりも話しすぎましたね、1時間で切ろうと思ってたのに43分もオーバーしてる、やばいであります、大阪のトワソンさん、たやきありがとうございます、だってなんか思い起こせばなんか喉疲れてきたもん、喉乾いてきた、すごく、というわけでね、ランキング読もうと思いますよ、思いますよ、13位コアラさんありがとうございます、12位タケアンさんありがとうございます、11位ルイスさんありがとうございます、10位ヨシボウさんありがとうございます、9位レオ熊本さんありがとうございます、8位オタマルサシコさんありがとうございます、7位ニシプーさんありがとうございます、6位ウォンさんさんありがとうございます、5位伊藤釜さんありがとうございます、4位大阪のターソンさんありがとうございます、3位ニコラスさんありがとうございます、2位猫キャットさんありがとうございます、1位はマナミーさんです、ありがとうございます、あ今気づいた、竹谷さんは今日お誕生日なんですか、おめでとうございます、全然コメントあったよね絶対、ごめんなさい、すごい全然読んでなかった、そこのアットの後、ありがとうございます、おめでとうございます、素敵な1年をお過ごしください、パチパチパチ、というわけでね、あのすごい長かったんですけどありがとうございました皆さん、じゃあ明日もまあ起きれたらやります、今日は起きれなかったからやってないです起きれたらやります、じゃあ皆さんバイバイ、あの私が7時までに今日何時からしますっていう7時15分までに今日何時からしますって言わなかったら絶対起きてないので、あのやらないんだなって思ってください、7時15分までにやるときはいます、じゃあで皆さんおやすみなさい、バイバイ。